南極にある日本の基地アスカ基地は日本の南極観測基地の一つ。波71度31分34秒、統計24度08分17秒、昭和基地から西に約670キロメートル離れたブライドワンとセールロンダーネ山地の間に位置する。標高は930メートル。昭和60年3月26日。 第26次越冬隊によりアスカ観測拠点として開設された。アスカという名は第26次越冬隊の隊長を務めた福西博士の提案により名付けられた。アスカ文化が新しい時代を切り開いたことや基地の背後の産地が山と山山に似ていることから選ばれたという。昭和基地からの距離は 270km で、雪上車で途中観測をしながらの移動で、 片道一週間かかる。昭和61年出発の28時台から平成2年出発の32時台までが越冬したが、平成4年に1月に閉鎖された。その後は無人となっており、気象観測のみを行っている。棚氷台にあり、5秒速20メートル前後の常時安定した風力に恵まれるために風力発電機による管理機器の運営がなされている。 基地周辺には閉鎖後にも雪上車、スノーモビル、ソリなどが放置されていたが、これらを順次昭和基地に持ち帰るクリーン作戦が実施された。平成16年4月1日にはアスカ基地に解消された。ありがとうございます。